はい、耳コピのやり方。耳コピができるようになるにはまずメロディーを取れること、あとベース音を取れること、そして内声の細かなことはコードネームという解釈で捉える。そうするとそこまで難しくなく曲たくさんの曲を弾けたりかけたりすることができます。で、例えばですけど、例えばここの辺でこの曲を音取りをするという時に、メロディーが口で歌えること、これをしっかり口で歌えると必ず鍵盤で探し出すことができるので、ゆっくりで、これを聴くときにとりあえず一回は曲をちょっと聴いてみて、キーが何かを発見しておくと、分かりやすさが12倍分かりやすい。この音がキーに対しての C の音に聞こえるので、ドレミ。で、左手をベース音を取ります。次はドゥー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 ドゥこれを探し出すときに、まあ、たくさんやっていけばわかると思うんですけど、キーの中に入っている音なのかそうじゃないのかっていう、まず大きな判断があって、キーの中に入っているっていう感じがすれば7音の中から1音選び出せばいい。そしてそれ以外の音だったら、それ以外の音の12音の中から7音を弾いた音から選択すればいい。で、これを口で歌ってこれをちゃんと表現、ベースも弾けば
このベース音が分かるだけで大体のコードっていうのがキーに対して決まっているので、その感覚はたくさんやれば分かるんですけど、まずは普通にキーの中にあるコードとして存在するコードを弾いてみる。伴奏系を少し真似してみる。ダダダーン。ダダダーン。一番大事なのはリズムパターンです。音がこれであろうがこれであろうが そこまで問題はなくて、タタタンタタタンタ、これぐらいできているとこの曲の感じが出る。人はもっと細かく、より注意深く音を取っていけば、もっともっと原曲に近くなるので。という感じでした。